はい、皆さんこんばんは。今日は9月の5日、火曜日、ボギーチャンネルでございます。私主催の、日本の心、参議院比例第4支部支部長の、ボギーテトコンでございます。今日もこういう格好で誠に申し訳ございません。いやもう実は最近これが手放せなくてですね、これですね、はい、なんかこれ抗生剤ですかね、はい、ここのちょっと目の方に毎日入れてるんですけど、まだ赤みが取れないでございます。はい、もうですか、今日もちょっとこれで、はい、ご勘弁をいただきたいと、思います。はい、今日もですね、たくさんの方々、本当に火曜日の平日にもかかわらずもう100名近くの方々が来ていただきまして、誠にありがとうございます。当然ながら来ていただいた皆さんはもう全員ネットアシスタントでございまして、はい、私のキャスだけではなく、ラジオの方でも、まあ、いろいろコメントをご紹介させていただいております。まず最初にユミリンさん、ラプタさん、はい、辺野古市民さん辺野古市民さん、猫改め猫さん、こんばんは、こ、はい、それからラプタさんもお見えになってます。サーファーたかしさんもお見えですね、ありがとうございます。それと、ピョンタさん、タイガージェットシンさん、 RSVP さん、こんばんは、こ、ニラちゃん、ありがとうございます。そしてもう本当常連となっております、日本人なら、靖国神社を参拝しようさん、どうもこんばんは、こでございます。はい、それからドルカメさん、いつもありがとうございます。ニラチャいただきました。あとノリゾウさんに、オキパイを愛好会埼玉出張所所長さん、シンマンさん、ヒロさんに、はい、黒海軍交渉さん、こんばんは、こ、はい、ラプタさんの機密文書を送る準備ができてるっていうこと怪しいですね。一平卒さんで、沖縄サンゴハートさん、はい、今日もこの話をします。はい、それと、たかしさんもお見えですね。はい、どうもこんばんは、こでございます。榎本さんからニラいただきました。はい、ありがとうございます。それと、はい、中佐もうお大事にということで、もうあったかい言葉ありがとうございます。それと、リルリルの、ゆきとさん、どうもこんばんは、こでございます。はい、カーターさんから、今日の試案は録音ですかっていうことありますけど、録音です。はい、録音ですんで、まあどんな話になるのかちょっとわかんないですね。はい、それからチェリーピピピさん、こんばんは、こでございます。いや全然遅くないですね、大丈夫です。それから特攻豚野郎 A チームさんニラのつゆVIP ニラのつゆですか。まあ宮古島に菊のつゆというね、すごいかぐわしいお酒があるんですけど、あれは私結構好きです。はい、お米の香りがそのまま残ってる、まあ、数少ないお酒でありまして、多分寝かすとすごい美味しい酒になると思います。はい、それと、チェリーピピさんがニラいただいてます。ドロカメさんからもお茶、はい、ピピさんからは連発でニラですね。 P さんからは拍手いただいてます、ありがとうございます。はい、それと、もう本当に読むのが大変はい、アッピーさん、どうもこんばんは、か、それから中村ジェシーさん、どうもこんばんは、んこでございます。こんばんは、酒飲み同時ですいいですね。はい、カナダさん、どうもこんばんは、こ、いつも本当に、応援していただいてありがとうございます。本当にこういうね、ちょっとサングラスで喋るのもちょっと気が引けるんですけど、ちょっと赤い目を見せるわけにいかないので、ちょっとご勘弁いただきたいと思います。ところどころでまた、目薬入れると思います。それからシルバー、正解するテンピーさんもこんばんは、こでございます。はい、中佐は今日は第2部が休みだから安心ということで、そうですね、まあ、うちの番組はのんびり、はい、みんなでいろいろ意見をね出したり、お笑いしたり、そんな番組でございます。でもね、本当に皆さんのいろんなコメントっていうのはかなり参考になります、いろんな面で。はい、私も参考にさせていただいておりまして、まあ、こうして放送を続けることが私自身のやっぱり学びにもなっております。はい、それと川崎さん、どうもこんばんは、んこでございます。石川かっこ右さん、こんばんは、んこでございます。はい、高松釣りさんもお見えですね。はい、肉まん1号さんもお見えになっております、こんばんは、んこでございます。さて、今日もいろんなお話がありますけど、まあそうですね、まず最初に BP を、
はい、あ、ペッパーさんどうもこんばんは、こでございます。はい、しばらく鍵さんこんばんは、タイミングよく見られそうということで、今日は実は私BPO、 はい、放送倫理機構さんの事情聴取の方に朝から呼ばれました。学ぶ遊ぶさんどうもこんばんは、こでございます。はい、コシさんクラッカーありがとうございます。まあ、なんでね私が呼ばれたかと言いますと、まあ、皆さんもご存知の通り、東京 MX で放送されましたニュース女子の件でっていうことでの事情聴取だったんですよね。まあ、私としては断る必要は全くありません。あ、山田五郎さんあと、カッパ南号195号ですか。はい、どうもこんばんは、こでございます。シェリーさんどうもいつも、宣伝ありがとうございます。まあ、日本人なら靖国神社を参拝しようさんいつもありがとうございます。こんばんは、こでございます。まゆみさんもお見えですね。はい、BPO の、まあ、事情聴取ということで、これ BPO さんがおっしゃるには異例中の異例だって言ってました。普通は、この放送局の方と話をしてそれで足りるらしいんですよね。ところが、まあ、これ BPO さんの言い分でございます。今回はまあ、放送局にも聞いたと、そしてその放送を作った制作会社の方にもいろいろお話を聞かせていただきたということで、あ、ペッパーさんどうもご心配ありがとうございます。ところが、まあ、これ BPO さんの言い分、制作会社が会ってくれないと、はい、文書でのやり取りにしかできなくて会ってくれないから話がやっぱりちゃんと分かんない、その実態が分かんないので、ぜひともテドコンさんから話を聞きたいということで、ゴルフはボギーペイさん、カノタンさん、タイガージェットシンさん、ニラありがとうございます。え、そうなんですかと。私ちょっと不思議に思うんですけど、番組に出た沖縄県民3名ですよねと、3名出たんですが、なぜ私だけなんですかとズバリと聞きました。まあ、すると、はい、まあ、向こうの言い分としては、今回、いろいろお聞きしたい部分はテドコンさんがいろいろ出してくれた分についてで、あとは大丈夫なもんで聞かなくてもいいですっていうことで、モンドさんどうもニラありがとうございます。カノタンさんもありがとうございます。はい、あ、そうですか、いいですよ、じゃあお話しましょうっていうことで、もうにこやかにフレンドリーに話は始まりました。まあ、いろんな話は出たんですけど、やはりいくつかにやっぱりまとめますと、やはり、茶封筒の件ですね。はい、茶封筒の件、この茶封筒の件につきまして BPO さんの、まあ、いろいろ知りたいことっていうのは、その見つけた経緯、はい、見つけた経緯、そして、その見つけた後にですね、それを皆さんはどう思ったのかと。はい、はい、とも も, もももさんから、はい、ニラちゃんいただいております、ありがとうございます。はい、皆さんはどういうふうに受け取りましたかというお話でございました。はい、辺野古市民さん、はい、今日あなたのことを中央線で見ましたよということで、私じゃないですよね。はい、カーズさんどうもこんばんは、こでございます。はい、サンゴハートさん、うん、まあそういうふうに話が始まりました。で、私たちはこの茶封筒につきましては、まあ、まず見つけたのが確か2013年か14年ぐらいだったと思うんですよね。で、あ、ファーガさんどうもニラありがとうございます。見つけたのが同時ではなくて、確か 2,3 ヶ月ぐらいブランクがあったんですよ。まあ、最初に見つけた封筒には、大城様、2月何日から何日まで同日は休みと書いてありました。しかし半分、はい、ちょん切れてました。まあ、それからしばらく経って見つかった封筒には、光弘です、光弘3万って書いてました。3万。さあ皆さん、この状況証拠からどう判断しますか。で、これ見つけた場所は普段反対派がいつもね、こういう活動をしている場所でございまして、いろいろ彼らが捨ててった塵の中から、まあ、見つかっております。で、
BPO さんはどうにか私に手当てと言わしたかったみたいなんですよね。ところが私正直に言いました。自分は手当てなんて言ってませんよと、ね、状況証拠から見るとそういうふうに取る人もいるかもしれないけど、ちゃんと活動家の方に、あなた方この封筒を見つけたんだけど何が入ってるんですかと聞きましたよと。するとこの活動家はこう答えました。書類が入ってると。書類、はい、書類、書類です。まあ封筒にお名前と出勤日数が書かれていて書類が入っていたと。まあ本人たちがそう言うんだったらまあしょうがないですよね。こっちで勝手に決めつけるわけにもいかない。でそれからしばらく経って今度は、ね、光弘3万じゃなくて2万ですね、はい、光弘2万と書いた封筒が見つかった。茶封筒、ね、今度は名前と金額が書いた封筒です。まあここまで来るとねもう2万っていうとお金の単位ですよね、はい、でこれも私たち聞きました。うちの仲間が実は活動家の方に皆さん本当は手当もらってるんじゃないのっていうふうに尋ねたんですよ。するとね活動家のおばちゃんがすごい怒ってこう答えました。私たちは手当なんかもらってませんよ、交通費しかもらってないのよっつって怒ったんですよ。怒った。私たちは、はい、手当なんかもらっていない、交通費しかもらっていませんっていうことを怒った。するとその瞬間なんとこの交通費しかもらってないっていうおばちゃまは両腕をつかまれて私たちの前から消えました。消えた、消えたんですよ。それ以上お話ができなかった。高松里さんにらありがとうございます。そうおばちゃんが自ら言った。手当はもらってないそうです、交通費だって言ってました。だからもともと私たちはもらってていいっていう立場なんですよ、はい、なんでもらって何が悪いのと。時間潰してこうして来てるんだからもらってもいいんじゃないと。でこれでねお孫さんとかねお菓子とか、そうそう、その後二度と見ることないです山田五郎さん、はい、どっか別なところに行ってると思います。私はもらうなと言わない。いやもらっていいんですよと、もらっていいんですよっていつも言ってる。で彼らは必死にそれを否定するわけなんですよね。ですから私 BPO にはもうペッパーさん本当に何をワクワクしてるんですかBPO さんにしてみたら私が、まあ、手当と言うと思ってたみたいですが、私は自分自身がやっぱり活動家の方々が手当と聞いてないもんですから、はい、交通費としか聞いてないので、いや交通費じゃないですかと。だってそれって乗り越えネットさんも出してますよねと。で乗り越えネットさんの、募集 のパンフレットと申し込み用紙を私プリントアウトして渡しました。 BPO にこれは私が作ったもんではありませんと、乗り越えネットさんが作って広く公開をしてたやつですと。すると今度はテトコンさんはこれいつどこで知りましたかと。これについて、いやいやカンズさんペッパーさん全然チャチじゃないですよ、はい、楽しくやってます、はい、もうぜひ仲良く前向きにやってください。それはテトコンさん確認をしてから喋ったんですかとか始まったんですよ。BPO さんこれってホームページにも載ってるし、まあ、当時ねすごいこれ話題になってるもんですよと。乗り越えネットさんの、ね、ホームページに載って公開してるようなものをね、私が番組に出るからいちいちそこに行ってこれは本物ですかって確認してやるんですかと。私は制作会社じゃありませんよということを言いました。すると、今度はですね、いやでもボギーさんはこの茶封筒について、まあ、前にいろいろ書いてるんですけどということで、なんと私が過去に、この茶封筒をねツイッターに載っけてる部分をプリントして持ってきてるんですよね。で私これを見てふふんと笑いました。
私こう切り返しました。あなた方は、ね、事情聴取といって私のそういったツイッター、過去のツイッターとかを全部遡ってチェックしてるんですかと。それってなんか聴取と違うんじゃないですかと言うと、いやいや、あのテドコンさん、これは実はまあ、あるところから私たちの方に提供がありましてと。え、あるところって何ですかと。いや、あるところですと。いや、それっておかしいじゃないですかと。あなた方は私に聴取しに来たら、なんでそのために他のところから資料をもらってきてそれを私に突きつけてるんですかと。教えてくださいよということで、私突っ込みました。そうそう、タイガージェット審査まさに取り調べ、突っ込みましたよ。するとゲロしました。はい、ゲロしましたよ。言っちゃっていいですか。言っちゃっていいですよね。はい、いいですか皆さん、本当に言いますよ。あ、秀樹さんどうもこんばんは、こでございます。ゲロです。ゲロじゃありません。はい、なんと安田光一さんからって言うんですよ。ああ、知ってますよ、仲良くやってますよっていうことで。はい、そうなんですか、 BPO さん、そうして第三者からもらった資料をこうして私にこう突きつけるんですね、おかしいですねって言ってから、はい、まあ別に構いませんよっていうこと で、それにも手当なんて一つも書いていない。はい、何一つ書いてないツイッターでございます。はい、結局はだから私に手当と言わせることができなかったわけなんですよ。私も手当なんて言ってないね、交通費とは聞いたと、あとニラをもらってるとか見てますけど、うん、いや、ウッシーの宮城さん、これ有名な方でございますよ。ガナーマスコさんのうちに押しかけた方でございます、ノマと一緒にね。はい、まあこんな感じで、でノリコネットのことにもなって、確認は取ったのかって始まったから、私は制作会社の人間じゃありませんと。私が喋ったことをね、それを元にして、なんで制作側が、はい、きちんと乗り込みネットさんに確認すればいいことで、そこまで私はやらないといけないんですかと、そこまでやって私は出ないといけないんですかっていうことで、するとグーの音も出ない、ね、まあ、沖縄の活動家たちも交通違反もらってるって言ってましたよ。でもね、でも乗り越えネットさんだってこうして堂々と5万円あげてやってるじゃないですかと。ああそうですねと、こっちは5万円って書いてるじゃないですかと。それとはっきりはしていただきますけどと、これね、ネット特派員っていうことで情報発信のために沖縄にね派遣をするって書いてますよね。はい、ニラちゃんありがとうございます。皆さんがいっぱいもらっております。鼻から緑の鼻水が出るぐらいもらっております。特派員といってね、彼ら確かに情報発信もしてるけど、特派員というよりは活動家そのものですよと。なぜなら同じ現場に入る IWJ さん、はい、IWJ さん、IWJ さんはその活動にはね加わらずにメディアとしてやってますよ、ね、一線を引いてやってます。ところがこの乗り越えネットで派遣をされた人たちっていうのはもう活動家そのものなんですよ。その活動をしながら情報を発信してる、それってね特派員っていうことではなくて活動家を派遣してることになるんじゃないですかと。すると向こうもちょっとムキになって、それをテドコンさんは確認を取ったんですかって始まった、はい、向こうは3名です、向こうは3名、私は1人、3対1ですよ。そのうちの1人は向こうは弁護士さんでしたけど、はい、確認を取ったんですかと。じゃあはっきりはしていただきますと、まあ、沖縄のメディア新聞とかが行ったらね仲良くやってます、それは理由があります。なぜなら我々に好意的な報道をしないメディアの取材をお断りしますと彼らはいつも言ってます。ですから我々のように真実をありのままに報道するメディアは入れてもらえない。
ね、そこでブロックされて暴力を振るわれて帰れと言われる。それとね、このような活動家の方々がいたとしても我々には確認のしようがありません。向こうがこれを公表しているわけでもありません。それにね、私たちが行ったらひどい目に遭うんですよと、ね、取り囲まれてね、蹴っ飛ばされたり突き飛ばされたり、本当にね暴力振るわれてるの知ってますかと。したら知らなかったような顔してるんですよね。はい、まあ、本当にね知らなかったと思う。この人たち多分例の国連の特別報告者と一緒で一方的な情報だけはやっぱり注入されてたんじゃないですかね。はい、びっくりしてました。あ、そうなんですかと。だから確認取るようにもね、私たちが行ったら襲われますよ。それまでして私確認取らないといけないんですか。これは乗り越えのやつさんに聞いてみたらいいですよと、ビシビシと。すると今度はトンネル、はい、この高江というね、まあ、当時一番ひどい抗議活動の現場、道に車を斜め止めたり、はい、いろいろひどい指摘検問とかやってた与田さんとか私とか中佐がひどい目にあったところが高江っていうところですけど、そこについて一つ手前の、はい、トンネル、はい、辺野古を過ぎたところにあるトンネルのところで、取材をねやめたことについてすごい不信感を持ってる。なんで行かなかったのかということをね聞いてきました。するとはっきり言いますけど、あれは取材陣は行きたいって言ったんですよ。しかしね、私が止めました。どうしてテドコンさんが止めるんですかって言うから、私はっきり言いましたよ。だってね、8月9月には私がね友人たちと取り囲まれて軟禁されましたよ、ね、前も後ろも動けなくなりました。で前後取り囲まれてね、ニッチもサッチも行かない中、沖縄の琉球新報と沖縄タイムズが私たち見てゲラゲラ笑ってたんですよと。そしてそれから約1ヶ月後に今度与田さんという方がね指摘検問にあってトラブルになって今裁判にまでなってますよと。そして2013年には、あ、どうも TWX さんこんばんは、くでございます。2013年には沖縄のいわゆる反対派のスポークスマンとしてかなり名前を売ってる方がこの高江の、米軍基地に向かってる途中の業者さんを追跡をして漁港に逃げ込んで、いやいやペッパーさん本当に取り囲まれますよこれね、いや私を助けてくれたのが機動隊なんですよ。だからペッパーさん動画まず見てくださいね。はい、港の中に逃げ込んだ業者をそれでも必要に追い回して、そして業者が降りてってどういうつもりだって聞きに行こうとしたら、今度は車を急発進させてね、引いて転倒させてそのまま逃げたんですよと。当時そのぐらいそこはねエキサイトしてますと。で取材に行ったのが12月2日ぐらい、それと12月22日には北部訓練場の返還式典が組まれていました。はい、返還式典が組まれていました。で私はね返還式典の直前にこうして取材陣を中に入れて、まあ、当然私が同行してます。で私を見ると彼ら発狂しますよ。だって私とガナマスコさんとか与田さん3名揃ってたら、それやっぱり彼らからしたら目の敵ですよ当時から。それにテレビの取材陣がついてたらまたわーわー大きな騒ぎになると。で私はいつもねちょっと危険なところに行くときには警察の方に一言言います。必ず連絡入れます。するとね警察の方から、いやもうテトコンさんすいませんけどもうできれば遠慮してほしい、すごい、まあ、エキサイトしてるから危ないですと、わかりましたっていうことね。そして私は考えた。そして取材陣にこう言いました。
やペッパーさんもっと気楽に構えてください、楽しく、はい、私こう言いました。メディアとしてはやはりそういった特ダネっていうのが欲しいと思います。だけど私はこう言ったんですよ、特ダネよりは国益を取ってくれませんかと。今ここで無理して中に入って、ね、大きなトラブルでも起こして22日の返還式典が延期になるような、そのようなねことになったら、それこそねいろんなところに迷惑をかけますと。だから私はね遠くから来て本当にありがたいんだけど、ぜひもうやめてほしい。警察もやっぱり危険だと言ってる、そして私も22日の返還式典に大きな影響を与えるわけにいかないから、ぜひもうこれ遠慮していただきたいと。それに、まあ、裏付けるように与田さんの方からも話があった。私も検問にあってひどい目に遭いましたと。もうあそこはもう今言ったら非常に危険ですと。実際危険だったんですよ。これ私だけじゃない、今日ここにいる中佐も一緒に取り囲まれてますよ。はい、結果的にね無理して言ってたら間違いなく大きなトラブルになったのは確実です。もしかしたら新聞沙汰になるぐらいの大きな問題、そこでもし怪我人とか出た時に22日の返還式典が影響が出てしまったら目も当てられないんですよ。だから私はそういうふうに言って止めましたと、はっきり言いました。特ダネよりは国益を取ってくださいと、ね、そしたらもう取材陣も私も言う、与田さんもやっぱり言う、はい、だからそうですか分かりましたっていうことで、はい、そういう感じで結局は諦めて、まあ、くれたんですけどね、はい、まあ、そういったお話をさせていただきます。そして私はっきり言った、あなた方がね調査すべきなのはこのように私たちに好意的な報道をしないメディアはお断りしますと言ってる人たちをね取材をして一方的な報道をしているメディアの側をあなた方は調査すべきじゃないですかと。それに私はあなた方に言いたいことがある。私たちはね沖縄県民です。沖縄県民、今回この番組で沖縄県民自体が沖縄ヘイトなんて思ってもいないのに、なんで県民でもない外の人間が沖縄ヘイトと言ってそれをメディアが取り上げて大きく炎上させたんですかと。炎上させたメディアのどこ一つとして私たち3名に取材に来たことありませんよと。なんで沖縄県民がヘイトと言ってないのに会話の外の他府県の人間が沖縄ヘイトと言って騒いだんですか。それこそおかしいんじゃないですかと。そしたら偶の音も出なかったですね。はい、まあその当時です。特にサンゴハートさんもよく感じてると思いますよ、現場にいますんでね。そして今度はなんと井上和彦先生のシルバー部隊っていう言葉に噛みついてきました。はい、 SYC どうもこんばんは、こでございます。シルバー部隊、これってテドコンさんおかしくないですか、何がおかしいんですかと。だってね沖縄タイムスで、はい、沖縄タイムスで警察に逮捕されても生活に影響のない65から75の方々を集めて行動に打って出ると。いや SYC 実は目真っ赤かなんですよ、はい、赤い目を見ると皆さん映りますんで、今日もこんな感じでやっております。はい、今日の私のお供はこれでございますはい、あなた方見ましたよねって言ったら、はい、タイムスの記事読みましたと。だったら話は早いと。じゃあね私言わせていただくけど、シルバー部隊っていうのがヘイトであれば、じゃあシルバー人材センターとかね、シルバー世代というのはヘイトなんですかと。
おかしくないですかと。シルバーっていうのはね、別にヘイトの言葉でも何でもないですよ。ロマンスグレーのね、妙齢の方々のことを指してるんであって、シルバーっていう言葉は一般的に使われています。それをこの番組で使ったからといってね、おかしい、ヘイトっていうのはどうなんでしょう。それと私違うと思いますよ。もしあなた方 BPO がシルバー部隊っていう言葉をヘイトと言うんであれば、日本中にあるね、シルバー人材センター、シルバー世代、今小沢番からシルバーシート、シルバー料金ね、RSVP さんシルバー料金わははってありますけど、それって全て差別用語になりますよと。だからグーの音も出ないんですよ。グーの音も出ない。私は何の問題もあるとは思っていませんと。それね、まあ、舞台という言葉が引っかかるんであれば、でもこれは募集されてますよねと。じゃあシルバーのボランティアで反対運動に参加している皆様方と言えばよかったんですかと。違いますよねと。だってそういったね、高齢者の方々が集まってこのような活動をやってる、それをねシルバー部隊って何がおかしいんですかと。じゃあシルバー活動家ですかと。何なんですかと。はい、あ、 SYC どうも。はい、いやもうそんな詳しくはないんですけど、あのいろいろね、はい、お名前は伺っております。はい、で結局は向こうが持ってきた言葉、いろいろ聞いてきたことについて全て、はい、きちんと説明をさせていただきます。はい、させていただいて、もう最後は質問することもなくなっちゃって、まあ、終わりました。で私はねこの BPO にお願いしたいことがあると。ぜひね、この沖縄の現状っていうのをね、きちんとやっぱり理解していただきたい。そしてこのようにあなた方がこうして言葉の端々を折って上げ足を取るようなことじゃなくて、沖縄が今どのようにどのような状況にあるかっていうことをきちんと検証するのがあなた方の役割じゃないですかと。なんでこんなね、言葉の端々を折ってる、折るようなことをやってるんですかと。おかしいじゃないですか。それってね、本質からずれています、論点ずらしですと言いたい放題させていただきました。はいはい、あの千田さんもお見えになっております。本当にありがとうございます。まあ、こんな感じで、はい、思いっきり、はい、いやペッパーさん沖縄の現状、まあ沖縄にいますからね私は。はい、沖縄にいない人たちが沖縄ヘイトとか言ってるわけだからおかしいですよ。はい、まあそんな感じでね、まあ、BPO の聴取は終わりました。そして録画しようと思ったんですよ、録画ね。すると弁護士さんが、まあ、BPO 発足以来10年間、そういった聴取を録画したことはないのでぜひも遠慮してほしいと。録音はいいけど録画はしないでいただきたいとお願いをされた。わかりました、じゃあ私だけ映してあなた方映さないから録画しましょうねって言ったら、いやいやそれもダメだと、録音はいいと。しかし私が持ってったカメラは録音機能ついていない。はい、録音ついてない。じゃああなた方録音しますかって言ったら、やりますと。はい、じゃあそのデータ後でくださいねっていうことで、はい、必ずお送りしますということで、録音の方もね、きちんとやっていただきましたけど、まあ、特にね、BPO さんの担当が態度が悪いとかそういったことはなかったです。ただね、正直言って感じたのは、やっぱり一方的な情報ばっかり注入されてる感じがするんですよね。はい、一方的な、一方的な情報。だからきちんとね、やはり事実をやっぱり伝えていく。はい、まあ、真実っていうのは反対派にも容認派にも推進派にもいろいろあります。一つの事象にしてもね、取り方によっておのおののやっぱり真実っていうのがある。だけど事実っていうのは一つしかないわけなんですよ。そこで起こってること、事実は一つしかない。うん、
まあだから今ね、丸丸さんから安田の情報を元にしてる時点でっていうことありますけど、まあ一つの情報源として持ってたんだと思います。まあでもそれについて私はきちんとやっぱり説明はさせていただいた。まあ特にね、まあはっきり言って特に悪意があるような感じではなかったんです。挑発的なこともありませんでした。3名で攻め立てるようなこともありませんでした。はい、ですから私は全然気を悪くしていないし、最後も本当に笑顔で、ね、帰りましたけど、まあでもね、本当に BPO さんはこういったね、沖縄についての報道、まあ、一方的な側からの報道についてもきちんとやっぱり検証していただきたいなというふうに私はもうお願いはしました。はい、反対派のことばっかりが取り上げられてるけど他にもありますよと。で、辺野古のね、11班の話もさせていただきました。辺野古の第11班、あなた方知ってますかと。何がですかと。辺野古の11班のことですと。そしたらポカンとしてるんですよ。実は辺野古区は教育隣組第11班っていうのがあります。それ何だと思いますかと。実はね、はい、実は第11班っていうのはキャンプシュワの米軍なんですよと。米軍が11班として地域の一員として認められている。そして地域のハーリー大会や綱引き運動会とかに呼ばれていますし、いろんな台風の後のお片付けとか草刈りとかにも参加してますよと。で、地元の人たちっていうのは米軍と一緒に仲良くしてますと。しかしそういったことも全くね、全く報道されないんですよと。やっぱりこういったのもきちんとね、流すようにやるのが本来の姿じゃないでしょうかねということで。サメ肌さん、まあペッパーさん別に挑発してるような感じではないです。はい、まあいろいろ疑問に思ってることがあるんですよ。やっぱりペッパーさんにはペッパーさんのね、真実正義があるわけだから、それはそれでやっぱり尊重すべきだと思います。ただね、そこの根底にあるやっぱり事実っていうのを知るとやっぱり変わってくる部分はあるんじゃないかな。そういうふうに思いますよ。まあでもね、こうして特に、まあ喧嘩するとか言い合いすることもなく、本当にフレンドリーな感じで、聴取は終わりました。時間は約2時間と15分、はい、2時間と15分で、お手当とかも出ておりません。はい、お手当も出ません。はい、出ません。そして出たのは3ピンチャー1本でございます。3ピンチャー1本、3ピンチャー美味しくいただきました。はい、まあ2時間15分お付き合いしまして、3ピンチャーいただきました。これってもしかして良くないことだったんですかね。まあそのような感じね、特に BPO の聴取については問題があるような感じでは、まあ、ありませんでした。ですが私としては、まあ、今回のニュース女子の取材の件については知ってる限りのことを、きちんとやっぱりお話しさせていただいてますんで、まあ、一つのやっぱ資料としてですね、今後の最終的な報告書の中で、まあ、使われていくんではないかなというふうに思ってます。そうですね、山田五郎さん、国連と一緒なんですよ。国連も今までいわゆる山城宏さんとか反対派がバックをしていた。いかにもね、沖縄の人たちは米軍や日本政府に抑圧され差別されてるっていうふうにやってましたよね。ところがガナ・マサコさんが行って動画を流して真実をやっぱ明らかにした。すると例の国連の特別報告者っていう方も初めてそれを見て目が覚めたんですよ。今回沖縄のね、平和団体に賞を与えたドイツの平和団体ももしかするとそのような彼らの本当の姿を知らないかも
しれないんですよね。ですから知らないからといって彼らの味方をしてるとか、特に悪意を持ってるとかそういったことではないかなというふうにね、私は思ってます。知らなければ伝えてあげればいいんじゃないですかね。はい。だからそのような感じで私はとつとつといろいろお伝えさせていただきましたけど、はい、わからないのはわからない、はい、あれも聞かれました。その交通費の出所はどこですかって聞かれました。 BPO にどうでしょう皆さん、私が交通費の出所まで調べていないといけないんですかね。はい。いやこれって私はねこう答えました。辺野古基金ってご存知ですよねと、まあ、全国から、まあ、全世界からカンパいただいて7億近くお金はあるみたいですよと、そういった中から辺野古のへりくち反対協賛に1000万とか支給されてますと。しかしね、細かいことについては私は辺野古基金の事務局じゃないので分かりませんし、彼らもそれを公表していません。ですからこういったね交通費がどこから支給されてるっていうことを私が分かるはずはございませんと。それにこういった抗議活動をしてる人たちっていうのはみんなが一つではございません。普天間基地でも大山ゲートにいるグループと野岳ゲートにいるグループは全く別物ですと。何かあるときは一つになって協力してますけど、組織としては全く別物ですよと。そういったことを私が一つ一つ調べ上げるっていうことはやりませんということで、はい、わからないのはわからないでいいんですよ。はい、ビシッとね、うん、そうですね、塩サバさんおっしゃる通りかもしれません。だけどいや、わかんないんですよ実際にね。そうそうそう、サンゴアートさんおっしゃると辺野古基金の収支報告書を BPO さんが出してって言ってから調べりゃわかることで、うん、そうすればいろいろ出てくると思いますよ。まあでもね、私の口から最後まで手当をもらっているっていう言葉が出なかったっていうのは向こうとしてはやはりちょっと残念だったかもしれません。だけどね、私たちは手当をもらってるなんて言ってませんよ、ね、手当だって本人たちが手当もらってないって言ってるんだから、それやっぱり尊重してあげないといけない。ただし交通費はもらってるわよって言ってました。そしてニラももらってました。そう、交通費なんです。だから乗り越えネットさんが5万円支給してることも私は全然問題じゃないと言いました。交通費でしょと、いいじゃないですかと。そもそも私はもらうことについてね否定はしてませんよと。はい、あ、もうポカーンとしてましたけどね。いや、いいんですよもらっちゃって、ね、それでね孫のね孫にお菓子買ったらアイスクリーム買ってあげたらいいじゃないですか。沖縄のね新しい雇用形態としてあってもいいと思いますよ、うん、だから私は全然構わないと思う。ただそれをね無限に否定しないでいいんじゃないかと。いや、もらってるのはもらってるでいいと思うんですよ。誰も責めたりしないから。はい、いや本当にね、もう今日はそのような感じで午前中全部潰れてしまいまして、うん、沖縄のウークイで本当忙しい日だったんですけど、まあ、BPO さんわざわざ沖縄来てるんでお付き合いさせていただきました。まあ、でもね、意思の疎通ができたっていうことは良、まあ、かったんじゃないかなっていうふうにね、思っております。まあ、あとはきちんとした、検証を、ね、まとめて、まあ、一つ発表してくれるっていうふうに、ね、思っていますんで、ぜひ皆さん期待をしていきたいと思います。はい、っていう感じで、まあ、特に大きく、まあ、言い合いをすることもなく本当に和気あいあいした感じで、最後までできましたんで、はい、本当にご心配していただいて皆さん本当に ありがとうございました。はい、そうですね、月山さん多分やってないと思いますよ。はい、はい、まあそういうね、本当は両論兵器、この両論兵器の話もしましたよ。私は、学生さんたちのフィールドワークも、ね、受け入れてますけど、私はね
そのフェンスを掃除したり基地を容認した人たちの話も聞かしますけど、必ず反対派のとこも連れて行きますと。なぜなら両論兵器が大切なんですよと。だから大山ゲートやそして野竹ゲートの反対派のとこに連れてって話を聞いてきてと。そして他のね、大学の学生さんたち、法学部の学生さんたちは辺野古までね連れて行って、辺野古のテントまで行かしましたと。ただしね、私が行くとテトコンの仲間だと言って相手にしてもらえないか、私ずっと隠れてたんですよと、ね、そんな状況の中で私はやってるんですよと。どう思いますか。私が間違ってますか。もう本当に思考停止してましたけどね。まあでも我々に好意的な報道をしないメディアの取材はお断りしますという言葉はかなりびっくりしてましたよ、はい、実際そうです。そして私をね、沖縄左翼が取り囲んで追い立てた1,200〜1,300名いる中で私一人が追い立てられてね、背中を押されながら右翼です、ここに右翼がいますと言ってやられた。その時に私と活動家の間に入って、こんなやり方はまずいと思いまして体張って止めてくれと。誰だと思いますか。朝日新聞ですよって言ったから、もう目ん玉パチクリしてましたよ、はいね、朝日新聞の記者が見てもおかしいと思うんですよと。私の言ってる意味わかりますかと。そうなんですよ、はい、そうです、朝日まともですよ、ね、朝日の記者、まあ、中におかしいのいるかもしれないけど、ね、本人は左翼だって言ってるけどすごい正義感のある方ですよ、ね、そういった人たちは私はね、本人が左翼って言ってもやっぱりすごい評価してる、ね、協力もする、取材のお願い来たらいいですよってすぐ行きますよ、ね、辺野古も連れてったりね、うん、いやそういうふうにね、反対に組みしてると思ってる人たちの中にはまともな人たちもやっぱりいると。そうですね、たまにはコメントし、皆さんおっしゃる通りでございます、はい、まあ、そのようなまともな人も中にはいると、はい、まあ、そんなね、状況があるんですと。ですから本質を見誤らないでくださいねっていうことで終わってます、はい、もう多分聴取は二度とないと思いますけどね、はい、まあ何かあったらまた皆さんにお知らせをしてみたいなと思っております。しかし今日皆さんに見せようと思っている資料いっぱいあったんですよ。なんで今日こんなに私時間かけて喋っているんですかね。今日皆さんに見せようと思ったこれドナルド・J・トランプビッグウィークカミングアップとこれ皆さんどういう意味か一緒になって考えましょうね。はい、ウィッシー大統領ビッグウィークカミングアップ、いやこれってなんかそうですね、メダメクさん、なんか焦げ臭いですね、はいいやもう本当にこれ私が作ったもんではありません、はい、ぜひ皆さんもこれ大統領のツイートを、まあ、資料にいろいろ憶測やっていただきたいと思います。そうですね、楽しんでるかもしれません、はい、しかしただスケールが全く違います。我々が、はい、沖さんよとね、向かい合ってニコニコしてるのとはちょっとレベルが違うんで、はい、もうちょっと怖い部分あるんですけど、ぜひ皆さんいろいろ考えて対応していただきたいなと思っております。ちなみに私何も知りませんからね、はい、何も知りませんよ。週末にかけて9日にかけて何かあるとかそういったこと全く知りませんので、私は何にも知らないですから、誤解なきようにお願いをしたいと思います。9日はなんか独立記念日らしいんですけどね、はい、そうです、月さん、これちょっと気をつけた方がいいですよ、はい、もしかするとイージスのバーベキューの日の前の日に何かあったりしてはい、ということで最後に謎めいたメッセージを残して今夜の、ボギーちゃんの声で終了させていただきますけど
ぜひ皆さん、今の、トランプ大統領のメッセージから何かまた、つかみ取っていただければと思っております。ということで、また今日の放送演説終了しますけど、明日また同じ時間にですねお会いしたいと思います。いや、もうペッパーさん本当にお付き合いくださりましてありがとうございます。もうとにかくね、右とか左じゃなくてみんなで、あ、どうも、あの千田正弘さん、もうわざわざ来ていただいてありがとうございます。もう右左じゃないんですよ、この国を良くしようと思って、そういった一点で、まあ、協力していければね、私いいかなと思います。でどなたか言ってました、ここ決して修羅の場ではないです。非常にポジティブなね、そういった会話ができる場として置いてありますんで、もっと賑やかにフレンドリーにね、いろいろここで意見交換していただければなと思っております。ユビリーさん、どうもありがとうございます。ということで、今夜のボギーチャンネル、謎めいたメッセージで終わらせていただきます。本当に最後までありがとうございました。では明日またお会いしましょう。ごきげんよう。